何？武田軍は早速で悪いけど別動隊として北上してくれるか。さすれば敵の横っ腹をつけよう。雪村は前線で頑張っているうちに頼んだよ。ま、敵も無策じゃなかろう。落とし兵の匂いもプンプンするしね。じゃが大軍を破るには賭けも必要じゃ。信行たち気をつけて行くんじゃよ。速やかに進まねば。私が行く。雪村を失うわけにはいかない。俺の出番だな。今日残念。遊んでやるよ。捕まえた。何を考えてる。エルフへようこそ。信長は強い力を持ち、忠実な部下を守る。あの調子じゃ信奉者以外はついていけない。対抗勢力が現れた以上、攻撃できるのは危険だ。練習があるのみ。引くしかないか。しかし、核の目論見通りよ。感じ、身を極める。やはりそっちから来るか。福兵部隊、出番だ。親方様の読み通り。皆眼前の敵を打ち破り突破せよ。そんなに強いなんて。宿敵共に闘争の美酒に弱む。虎と竜が一緒に戦うことになろうとはね。これ初めてじゃったっけ。私が敵軍の脇腹を突く。さては策を承知で飛び込んできたが、なかなか思い切ったことをする。反乱軍とやらの最低結束は穴取る気がし、これ将来的に勝ち目がありそうな。伏兵もやっつけた。じゃあ総攻撃と参ろうか。腹は決まった。俺たちは今から武田につく。角度、これはどういうことです。悪いね、光秀殿。俺は勝ち目のない戦いはしない主義なんだ。裏切りなど持ってのほか。角度、ご覚悟。角の野郎、裏切りやがったか。こりゃ他の連中を助けてやる。まずい。弟よ、どこへ行くのかの。もしかしてケマリカのまだも行くの。助けてやろうか。異世界の地獄、一緒に楽しみましょう。もう嘘、申し訳ございません。あの人がどう出るか見物ね。俺は家電か。こっちに来た以上、あんたらのため精いっぱい働かせてもらうよ。今すぐあなたを信用することはできない。だが力は借りた方が良さそう。話が早くて助かるよ。それじゃ今度ともよろしく。織田軍はほぼ壊滅した。残るは信長だ。一体どこに行ったんだろうね。
急ぎ雪村を救わねば。信長様のため、ここは通せません。修羅と化し、止めてみせます。私が行く。そのようなもののふこそ国の礎よ。足を燃やさん。あなた。私はペルセウス。奴の持つ腕輪を取り戻しに来た。これが腕輪の力か。今は引くしかないな。あの者、世の事情を知るといつか吐かせてみせよう。信長、逃げられてしまったか。おかげで助かよし、よし、会心の結果だ。